スタロドゥブの紋章、スタロドゥブは、ロシア連邦のブリアンスク州にある都市。ドニエプル川支流のバビネツ川沿いに位置する。名称は、古い多くの意味。州都ブリアンスクからは南西へ169キロメートルで、ロシア・ウクライナ・ベラルーシの国境が接する付近にある。人口は18,643人。伝統的にはウクライナに属するチェルニー・ヒュシチナの町で、 近代に入っても、一時期ウクライナの国家に領有されていた時期がある。年代記によれば、スタロドゥーブは9世紀から、その存在が知られ、当時は、チェルニーヒウ公国の都市であった。12世紀から13世紀初めまでは、スタロドゥーブ公国の中心都市となった。1239年には、モンゴル帝国のルーシ侵入で焼き払われ、14世紀には、 リトアニア大公国の一部となる。1503年から1618年にかけての間は、スタロドゥーブは、モスクワ大公国に属し、ロシア・ポーランド戦争の結果1648年まで、ポーランド・リトアニア共和国の領土となった。1648年に始まるウクライナコサックの、首領ボフダン・フメリーニツキーによる大反乱では、 スタロドゥーブポールクの中心都市となり、1666年から1686年まで、大幅な自治を謳歌した。1746年のスタロドゥーブの要塞、スタロドゥーブは1781年まで左岸、ウクライナにあった、ウクライナコサックの自治国家、ヘイチマン国家の最北部にあった。ヘイチマン国家のロシア帝国への併合後、1796年には、 チェルニゴ府県に編入された。1917年から1918年までは、ウクライナ人民共和国の領土に加えられていた。1918年3月には、正式に共和国のシーベルシチナに、その県庁所在地となった。その後、ウクライナ国の領土となった。しかし、1918年11月には、ソビエトロシアの赤軍が侵攻し、 この地に、ソビエト権力が打ち立てられた。ソ連時代には、ゴメリ県、ブリアンスク県、西州、オリオール州などに属した。第二次世界大戦では1941年8月から1943年9月22日まで、ドイツ軍に再度占領された。1944年、ブリアンスク州の一部として再編され現在に至る。 17世紀から18世紀まで、ヘイチマン国家の中心の一つであったスタロドゥーブには、コサックバロック様式の建築が建てられており、ロシア国内でも正当的なウクライナバロックの建物を見ることのできる数少ない場所である。1617年に完成し1677年の大化の後に修復された、旧世主交坦制度はその典型的な作例である。 神玄聖堂は1789年に遡り、聖ニコライ聖堂は1802年建設の新古典主義建築である。ありがとうございます。